はい、こんにちは、ゆうだです。今回はサンフランソー教の幸運のマークをご紹介していきたいと思います。パシャリ。はい、まずはヒロのガレージですね。机に向かって背を向けた方向にミッキーのマーク。はい、そして続いて南エリアのセーブポイント。こちらがですね、板前の人形があるので、まずあの人形に登ります。ほっ。よいしょ。へへ。おっこしょ。こんな感じ。そして、ここを登っていきます。よいしょ。よいしょ。はい。そして、登った先、幸運のマークがあります。はい。再び南エリアのセーブポイントですね。はい。先ほどのお寿司があそこ。こちら側に先に進みまして、2個目のビル。これですね。なんか上にタワーがついてるやつ。これに登ります。で、登った先に見えるあの女性の像の扇にミッキーのマーク。はい、再び南エリアのこのセーブポイントからまずひたすらにまっすぐ歩いていきます。はい。そうしましたら、この橋が見えますので、この橋に沿って右に曲がります。はい。そうすると、このビルですね。目印としては、鈴木コーヒー、カニ満月と書かれたこのビルを登っていきます。そして、たどり着いた屋上のこの円形の、なんでしょう、ものに、ミッキーのマーク。はい、続いて、今撮ったこの幸運のマークの隣にそびえ立つこの超高層ビル。はい、ボスありましたね。このビルに登ります。はい、そして登ったその上になんと幸運のマーク。ボス戦の時気づきませんでしたね。はい、今のこの幸運のマークから見えるあの先の鯉のぼり。あそこにあります。まずは行ってみましょう。登って、あいつですね。よいしょ。ここに幸運のマーク。はい。続いてこの幸運のマークがあった場所から見えるあの超高層ビルですね。あのてっぺんに鉄塔みたいなのがついてるビルですね。あそこに向かいます。はい。で、ここ、アスレチックフローで行けますので登ります。すると、なんと、こんなところに幸運のマーク。はい、そしてこの今の高層ビルですね。まずここを、こちら側に降ります。この高層ビルの下がですね、トンネルみたいになってるんですね。ここ。よいしょ。おいしょ。で、うまく間に乗って、進んでいくと、なんとこの影がミッキーみたいになってるっていうお話。こっち側から見ます。すると、これぐらいの距離でしょうか。ミッキーになります。OK。はい。そしてこの、幸運のマークのところを、このトンネルをですね、抜けて、一旦下に、おっとっとっとと降ります。このビルの下の階段のところですね。なんとここにミッキーの、わいや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 、お前ら邪魔だ。はい、幸運のマーク。はい、また南エリアのセーブポイントなんですが、夜にします。はい、夜限定で、この一番近いビルにまず登る。はい、そしてこのビルの屋上から隣の屋上を見ると、この M と書いた大きいビルですね。すると、なんとあそこの電球が、光がミッキーっぽくなってる。はい、もう一つ。またこの南エリアのセーブポイントから横の道路をひたすら北に向かっていきます。一つ目のこの橋を越えていきます。はい。そして二つ目の橋が見えてきました。このなんか古ぼけた感じの街並みの近く、ここを右に曲がって、
はい、敵一掃してこちら側にさらに奥に進みます。そしてシュッとこちらを見ると黄色い車が止まってます。なんとこの車体にミッキーのマーク。はい、以上がサンフランソー教のコーナーマークの全部でございました。はい、他の動画でもコーナーマーク全部紹介しておりますので、もしよろしければご視聴ください。はい、高評価チャンネル登録などしていただけますととっても嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。イオダーでした。またね、バイビー。